こんにちは。武蔵野シティニュースの松岡みゆきです。新年度がスタートしましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、武蔵野市の市政の動きをお伝えする武蔵野シティニュース。今回は新年度特別号として、令和6年度の予算や主な取り組みなどについてお伝えします。また、クリーンセンターで行われた廃材を活用したワークショップと。 吉祥寺図書館で開催された講座ソロキャンのすすめの話題も合わせてご紹介しますどうぞ最後までごゆっくりとご覧くださいそれでは最初の話題です市の令和6年度の一般会計予算は前年度に比べ86億100万円の増となる815億2300万円となっています 本年度の予算でどのような施策が実施されるのか、特徴的な取り組みについて、尾身の市長に伺いました。尾身の市長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は、武蔵野市の令和6年度予算についてお伺いしてまいります。まず、どのようなお考えで、 今回の予算編成に望まれたのかお聞かせくださいはい令和6年度予算は変化する時代命を尊重し安全・安心な未来を築く予算と位置づけました社会保障の充実と安定化災害対策の強化などさまざまな課題に積極果敢に取り組むべく 選択と集中を念頭に置きまして限られた財源を必要な事業に重点的かつ効果的に配分することを基本に予算を編成いたしましたはいわかりましたそれでは今年度市がどのような事業を進めていくのか特徴ある事業の中からお伺いしていきます まず家具転倒防止金具などの購入費補助の取り組みについてお聞かせくださいはい地震災害から命を守るために家具の転倒防止対策を進めます市ではこれまでも高齢者や障害のある方を対象に家具転倒防止金具の支給や取り付けの支援を行ってまいりました。今回新たな取り組みとして 全世帯を対象に支援を行います1世帯当たり1万円を上限に家具転倒防止金具などの購入費用を補助いたします今後30年以内に70%の確率で起こると言われている首都直下地震に備え取り組みを推進してまいります はい支援の対象を全世帯に広げて家具転倒防止の対策を進めていくということですねはい、では続いてデジタル技術を使った業務改革いわゆる自治体 DX についてお伺いします市ではどのように取り組みを進めていかれるんでしょうかはいデジタル技術を活用し市民の皆様の利便性向上を図るとともに 業務効率化を進めてままいります具体的には子どもに関する手続きをワンストップ化するための窓口業務の改善各種申請手続きにおけるオンライン申請の拡充生成 AI サービスの試行的な導入最高情報責任者補佐官としての外部の ICT 専門人材の任用そして これまで4年ごとに冊子としてまとめてきた地域生活・環境指標データの活用などに取り組んでままいります、はい、では続いて井戸水の水質調査に関する取り組みについてお聞かせください、はい、市内の井戸水の状況を把握するため PFAS= 有機フッ素化合物に関する水質調査を行います。 多摩地域における PFAS 汚染問題に関心が高まっていることを受けて今年度は例年の水質調査に加えて PFAS の水質調査を実施するものです。調査の対象は調査を希望する市内の民間移動100か所程度を想定しています。はいわかりました では次に吉祥寺南町で進められる新しい福祉サービスの整備について伺いますこちらはどのような取り組みなんでしょうかはい、中重度の要介護の方が在宅生活を続けられるよう看護と介護を一体的に提供する介護保険サービスの整備を進めます市が所有する吉祥寺南町3丁目の土地を活用し 公募により決定した民間事業者による看護小規模多機能型居宅介護事業所の開設を支援いたします施設には地域交流スペースも設置する予定で令和7年度中の開設を予定していますはい続いて駅周辺のまちづくりについて伺います まず三鷹駅北口周辺の再整備に向けてどのような検討を行っていかれるんでしょうか、はい、三鷹駅北口では車両による危険な状況や送迎車両スペースの不足などの交通課題を解決し歩行者中心のにぎわいのあるエリアへの再整備を目指して検討を進めます具体的には交通体系の再編に向けた検証や そのののための社会実験の企画調整駅前広場拡張の方向性や手法の検討パブリックスペースの利活用方法の検討三鷹駅北口まちづくりビジョンの改定準備などを行います、はい、そして吉祥寺駅でも南口周辺のまちづくりについて検討が進められていますがこちらはどのように取り組んでいかれるんでしょうか。はい パークエリアの将来像の立案に向けて今年度は市民講座や町の可能性を検証するための社会実験シンポジウムなどを実施いたします。また公会堂をより安全で利用しやすい施設として再整備するため今年度は実施設計に着手し並行して管理運営計画の策定も行います。こののほか、交通体系の検討や 南口暫定広場を人が集い利活用しやすい広場にするための環境改善工事などを進めてまいりますはい。最後に教育分野についてお伺いします部活動の地域連携と不登校や教育相談への対応についてそれぞれお聞かせくださいはい。部活動については持続可能な体制づくりを進めていくため 一律小中学校における部活動指導員の増員や新たな配置を行います中学校は各校で2名の増員小学校は全校で4名を新規配置いたします加えて部活動の地域連携を推進するため新たに部活動コーディネーターを配置いたします次に不登校や 教育相談への対応といたしましてはまず不登校傾向にある児童や生徒への教室以外の居場所での支援を行いますまた教育相談員やスクールソーシャルワーカーの増員などを行い相談支援体制の強化を図ってまいります以上今年度の予算の中から特徴ある事業について一部 ご説明させていただきました全市民の皆様の声をしっかりとお聞きし武蔵野市のさらなる発展そして市民の皆様の安全・安心を守るため全力で市政運営を行ってまいりますはい、わかりました市長、本日はどうもありがとうございましたありがとうございましたそれでは次の話題です クリーンセンターで3月2日と3日、廃材や不要品を活用したワークショップが開かれました。イベントには2日間でおよそ170人が来場し、親子連れなどの参加者がお菓子の缶や空き箱などを使ったオブジェ作りなどに挑戦しました。このイベントはアップサイクルの取り組みについて関心を持ってもらおうと市が実施したものです。 アップサイクルとは、本来捨てられてしまうはずの製品に新たな価値を加えて再生することです。製品を原料に戻して再利用するリサイクルより、さらに持続可能な取り組みとして注目を集めています。参加した子どもたちは、容器の中に木の実や廃材などを敷き詰めて、思い思いに作品を仕上げていきます。 空き箱を使ったオブジェ作り以外にも、ペットボトルを苔で装飾した一輪雑誌や、使わなくなった雑貨でデコレーションしたレインボーのモニュメント制作などが行われました。アップサイクルイベントの模様は、クリーンセンターホームページに掲載しています。お問い合わせは、武蔵野 e サービスまでどうぞ。続いての話題です。 吉祥寺図書館で3月10日ひとりキャンプソロキャンについて楽しみ方やおすすめスポットなどを紹介する講座「ソロキャンのすすめ」で講師を務めるのは国際自然大学校理事で日本キャンプ協会認定キャンプディレクター1級の佐藤重和さんです。 一人でキャンプを楽しむ、いわゆるソロキャンは、テレビアニメの影響や、コロナ禍以降の密にならないレジャーなどとしてブームが続いています。佐藤さんは、一人だからこそのリスクを踏まえ、気軽に楽しめるソロキャンの魅力や、おすすめのスポットなどを紹介しました。防犯対策で、えっと、初めてソロキャンするとか、女性の方は、えっと、管理人が滞在するキャンプ場、 は夜、キャンプ場が帰っちゃうキャンプ場って意外と多いですなんなか夜中まで騒いでる人がいるとかねそういう時に自分で行ってすいませんって注意するのってやっぱトラブルになる可能性もある講座ではこれからソロキャンプに挑戦したいという人に向けてテントの設営方法やキャンプギアと呼ばれる道具の使い方などについてレクチャーが行われました吉祥寺図書館では 落語や街歩きなど、さまざまなテーマでイベントを実施しています。今回、人気のソロキャンをテーマに、知る楽しみを実感してもらおうと、この講座が企画されました。参加した人たちは、テントで横になったり、調理器具などを実際に触ってみながら、使い心地を確かめていました。続いて、武蔵野市からのお知らせです。 八幡町二丁目に4月6日、千川三角公園がオープンします新しい公園の場所は、NTT 武蔵野研究開発センターの北側で、市の資材置き場の西側です公園の開設にあたっては、地域の方々と意見交換を重ね、いただいた意見を参考に整備を進めましたオープン当日の4月6日は、午前10時から開園式を開催します 三鷹駅北口の三鷹駅中町第一自転車駐車場がリニューアルオープンしました。三鷹駅中町第一自転車駐車場は、将来的な自転車収容台数減少への備えや利便性の向上などのため、令和5年11月から立体化の工事を行ってきました。収容台数は1階と屋上合わせて1938台で、 リニューアル前より500台以上増加しました。利用料は入庫後2時間は無料で、以降12時間ごとに100円が加算されます。お問い合わせは、交通企画課までどうぞ。いかがでしたでしょうか。今回の武蔵野市地ニュース。次回もどうぞお楽しみに。